どうもです。つくもよよ。4月29日、今日の六曜はとも引き。とも引くから教授を避ける。朝夕は吉、お昼間は今日。時間は日のと、ともしびを示す加減の日。成長が旺盛な時期を迎えた状態を示している。十二支は羊、加減の土。果実が成熟していく状態を示している。ほんでこの時間と十二支からお乳五行を読むと、合唱だ。物が燃えて土となるいうことで創生。物事が順調に進むゆけや。友達巻き込んで順調に進んでったらええけどどうやろかね。まあこれら踏まえてどう過ごすかワンとさん次第や。ゆるゆるとえへんなるたいね。ほなまたね。